こんばんは。今回は新しくね、新生うつろのガチャが来てるわけなんですけど、ライブの方でね、引いてきたんで、その様子をお届けしたいなと思います。どうぞ。よし、じゃあ引いていこうか。チケット10連目。うわー、ロードなしか。で、お、最後まで行った。これワンチャンあるのよ。6個あります。はいはい、6個目。あー、愛車か。1回戻って、全てを支配して、欲しいキャラが1点狙いだからな。多分このチケット回したら追わないかもしれない。もう1回チケットいきます。うわー、ロード特になし。イエーイ、昇格なしか。で、あ、1個ある。うん、これ来んのかな。5個目。エリスか。こんにちは、お茶組のエリスです。あー、まあこんなもんよな。一点狙いはさすがに厳しいか。はい、ということでね、ガチャの様子を見てもらったわけなんですが、ちょっとすいません、音量の方のね、調節がガバガバだったので、ちょっと聞こえにくかったと思うんですが、まあ見てもらった通り爆死しました。でね、このガチャを追うべきかどうかなんですけど、この副産物をちょっと見てもらいたい。ここのガチャ詳細から副産物見てもらいたいんですけど、まあ早速新規したね、シャナ王とかしずくとか入ってるんですけど、それにしてもね、ラインナップが渋い。そう考えると緑の方のガチャに関してはラインズマンミュウエとかも入ってるので、しかも新キャラ2体ということで、まあ引くならこっちかなと思います。ただこれからね、 MVP の方が控えてると思うので、そっちにチケットを食べとくっていうのも手です。なので、まあ、このガチャはできれば引かない方がいいのかな。まあ、10% で狙いに行ってもいいですけど、課金できる人以外は正直引かない方がいいかなと思います。ただうつろ自体は普通に強いので、引いた方はおめでとうございます。ということで、こんな感じで締めようかなと思います。それではここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。